には後悔したものを当ててもらいます。こいつは多分これを買って後悔したんだろうなってのを当ててもらうんですけど、もし外した場合、後悔するかしないか力が低いということで、その後悔したものをその人から買い取ってもらいます。え、だから3人のことを理解しているかどうかっていう企画でもあるのか。まあそうですね。あ、冷たい。てかびっくりした。ごめんなさい、大きい声出しちゃって。何ですか。てか冷たかったんです。お前ら2人が一番死ぬのやめな。それは間違いない。一番きしょい週ができるのマジでしんどいわ。一番しんどい組み合わせがやめな。かわいいじゃないの、こうやって。いや、ごめん、普段だったら僕もね、このくだりね、おもろいなって思っちゃうんだけど、今はちょっとやめよう。人によるからね、その自分のことを理解するためには自分で買って後悔しなきゃいけないんですけど、はい。